はい、ではいきます。はい、まず can っていう単語ですね。これはできるっていう風な意味を持っている単語になります。で、can を使った時っていうのは can の後ろに動詞の原型というのを使います。元々の動詞の形ですね、辞書に載っている形っていう風に考えてもらえればいいです。で、これを使ってほにゃららすることができるとかほにゃららできるっていう風に訳します。で、ちょっとここ分かりづらいかもしれないんですけども、主語が何であっても三人称単数であっても can プラス動詞の原形の形で使うと。で、これ何を言ってるのかっていうと、三人称単数っていうのを習ったので、なんか S をつけるとかつけないとかそういう意識ってありますよね。ただ今回のこの can っていう単語には S つけないし、動詞にも S つけないと。can にも動詞にも三単元の S はつけないということです。で、これなぜかっていうと、まず can っていう単語は動詞に意味を添える働きをする語で、こういうものを助動詞っていうんですね。助動詞で、助動詞の後ろには動詞の原形を使うという決まりがあります。まず助動詞っていうものは、S をつけたり しないと。で、助動詞の後ろには動詞の原形使うって決まっているので、こちらにも S をつけないということになります。で、助動詞っていう言葉を見てもらうと、動詞を助けるっていうふうに書いてありますよね。動詞を助けるっていうことはどういうことかっていうと、動詞が助けてもらうわけだから楽ができると。楽ができるっていうのは無理をしないでそのままの形でいいと、そのままの姿でいいということで、動詞は必ず原形使うということですね。 can が助動詞、この助動詞は後ろの動詞を助けてあげるから動詞はそのままの形でいいと、いろいろこう変身する必要がないということですね、っていうふうに考えてください。はい、では次いきます。はい、実際の例文ですね。では読んでいくので、ぜひ後に続けて読んでみてください。 He can swim well. He can swim well. 彼は上手に泳ぐことができますという意味ですね。He can swim well. can の後ろには動詞の原形ですね。これ he で始まってますけど、 s をこうつけようっていうふうに考えなくて大丈夫です。はい、では次いきます。今度は疑問文と否定文ですね。はい、まずでは疑問文からいきます。この can ですね、これを最初に、文の最初に使って、で、その後に主語、その後に動詞の原型っていう風に出てきます。で、ほにゃららすることができますかっていう風な意味になります。で、文末を上げ調子で読みます。イエス・ノーで答えられる質問なんですね。できますかって聞くので、できるかできないかっていう答えが返ってきますよね。はい、できます。いいえ、できません。なので、後ろは上げ調子で読みます。はい、イエス、主語 can、 または no 主語 can't、 または cannot っていうふうに読みます。 cannot または cannot ですね。 no は答え方が3つあるってことですね。これ今例文の方で見ていった方が分かりやすいと思うので、では例文の方で見てみましょう。はい、まず一番上に書いてあるのが can he drive a car? can he drive a car?彼は車を運転することができますかっていう意味ですね。で、できるときには Yes, he can. Yes, he can. はい、できます。できないときには3種類答え方ありますね。No, he cannot. No, he cannot. 次が No, he can't. No, he can't. 3番目が No, he cannot.No, he cannot. この3つですね。全部意味は一緒なんですけども、違うのは、cannot は単語が1つ。can't は単語。あ、can't も単語1つ。cannot だけ単語2つですね。
ということですね。はい、であと例えばここにトムとかケンとか男の人の名前があったとしますよね。キャントムドライバーカーとかキャンケンドライバーカーという時はこのトムとかケンをヒーにこう直すんでこのような答え方になります。女の子の名前がここにあったとしたらばシーですよねにして答えるようになります。はい、これが疑問文です。はい、では今度は否定文ですね。否定文は今出てきた can't、cannot、cannot、cannot、これを使ってこれらのどれか使った後ろに動詞の原形を使います。ほにゃららすることができませんという意味になります。はい、ではこれも例文で見てみましょう。はい、I cannot play the piano。 I cannot play the piano。 または I can't play the piano。 I can't play the piano。 または I cannot play the piano。 I cannot play the piano。 全部意味は同じですね。ピアノを弾くことができませんになります。はい、では次行きましょう。最後にちょっとまとめというかプラスアルファの話なんですけど、can には何々する能力とか技術があるという意味が含まれているんですね。何々する、能力がある、力がある、技術があると。なので例えばこの言い方 can you speak English、あなたは英語を話すことができますかっていう文、これは失礼な表現になりうる、なります。失礼な表現になります。なんでかというと、あなたは英語を話す能力を持っていますかっていう意味なんですね。で、英語を話すっていうことは結構難しいことではあるんですけども、ただ言葉を話す力っていうのは皆さん持ってるはずですよね。それぞれの国でそれぞれの言葉を話しているので、なのでこの言い方は結構失礼な言い方になるんですね。で、この場合はではどういうふうに言ったらいいかっていうと、 Do you speak English? Do you speak English? あなたは英語を話しますかっていうふうに言う方がいいです。こちらの方が好まれると、こっちの方を使うべきですね。英語の問題としては結構出てきますけどね、このような英語を話すことできますかって。ただ、実際に誰かに対して聞くときにこの言い方をすると失礼な表現になってしまうので、こちらですね、 Do you speak English? っていう方を使うようにした方がいいです。はい、あとはもう一つですね、 can にはほにゃららしても良いという意味もあります。で、これはレッスン36ですね、こちらで説明しているので、ぜひそちらの方も見てみてください。はい、ということで今回の内容は以上になります。can をいきなり、普通の文と疑問文と否定文ですね、3つ一緒にこう習ってしまったので、ごちゃごちゃなってしまってるかもしれないので、ぜひこちらの説明の方をまた見てもらって復習してもらえるといいと思います。では今回の、説明は以上なんですけども、最終的には英作文ですね、こちらの英作文ができるようにっていうのを目標に頑張ってもらいたいと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。